世話になっております。相変わらずの一人でございます。また2の国のね、続きやっていきましょう。おそらくボス戦だと思います。多分ボス戦か何か分かんないけど、まあなんかそろそろね、あるんじゃないかなっていう場所ですよね。でもボス戦じゃなかったな、今。全然ボス戦じゃなかったっすよね、今。絶対ボス戦かなと私勝手に思ってたんですけど、ボス戦じゃないっぽいです。セーブポイントあったけど、まださらに先に進むっぽい感じですね。ボス戦ではないのかな、一応。ちょっとボス戦だと完全に思ってました。そういう気持ちでやってました。でもボス戦じゃないみたいということで、まあどうなんでしょうか。そこはちょっと気になりますけど、まあやってきますよ、このまま。どうなんだろう。ちょっとボス戦だと完全に思ってましたわ。方向合ってるよね。方向逆行っちゃった、逆行っちゃったかな。逆行ってないよね。まだダンジョンあんの、マジか。それきびいわ、マジで。じゃあちょっとレベル上げちゃう。じゃあここで、ここで上げちゃうか。もしかしてまだ続きそうな気がしますから、こいつ進化させちゃいましょう。じゃあ、マジか。まだ多分ありそうな気がします。ここでいきなりもうボス戦じゃないってことは、相当多分長さありますから、ここでこいつ進化させちゃいましょうか。こいつ音ボケウッキーに進化させちゃいましょう。いいねー、やっと進化だね。進化いいね。こいつ意外と私好きですからね。まあ意外となんかあいつの代わりに使ってた時は結構意外と強かったりしましたから。オッケー、音ボケウッキーに増えたっていうか強くなりました。オッケー、こいつ強いんじゃない。多分強そうな感じのキャラですからね。オッケー、コマンド変更で、なんかもう一個あるかな。でもいいか、別に強くないもんね、そんなに。31の22だから、やっぱり強いのかな。やっぱ強くはあるんですね。結構強くはあって、まあ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 、ぼちぼちって言ったところで、やっぱ攻撃、まあまあ、そんな強くはないわ、やっぱり。強くはなかったですね。行き止まりやな、冷やせばいける？冷やせばいける。ちょっとまだこっちはいいか。とりあえずまだこっちは後に取っといて、こっちの行ってないところ、開通してないところ行ってみましょう。とりあえずね。あー、こういうのがあんだ。あんだ、あんだ、だ。あれは、でも取れなそうだな、まだ。まだ取れなそうな感じだな、あれは。そんな気がしますね。こっちも無理か、ここも無理だから。ここどうすればいいんだろう。ここは見えざる道を使えるかな。まあ、とりあえずヒールで回復しといて、見えざる道で使えるかな。あ、効果ないか。なんか冷やすやつって言ってたけど、冷やすやつ使えるかな。冷やすやつ、氷結か、氷結使えるかな。氷結、効果ない。あそこ行けないの、ここ行けないのかな。オリバーダッシュで突っ走るで、ここ行けないの、どうやって行くんだこれ。でも行けない、見えざる道作って行けんじゃないの、行けないのか。ここで見えざる道、使えないの、ここ。使えないし、氷結も使えないよね。マジか、これいけないの。どうやったらいけんの、あれ。まだいけないパターンか、まだ今後いけんのかな。やめて、マジで。ここか、じゃあ氷結かな、やっぱり。ここで氷結っぽい。OKOK、ここで氷結だね、やっぱり。ここで氷結使っていきましょう、先に。いやー、あそこをどうやっていくんだろう。見えざる道使っても意味ないかな、氷結。ちょっとマグマも、普通の岩になるだけだね。普通の岩だ。これでも十分熱そうだけどね。これでも十分めちゃくちゃ熱そうですけど。うわ、すげえ。これ絶対熱っ。これ無理でしょ。こんな吹いてたら、絶対熱くて死んじゃうって、これ。こんだけ吹いてたら。さっきの大きい、あかんで、えらいこっちゃで、早く噴火止めんと。うん、わかってる。わかってへんわ。雫様はセンサーによるとの正確には。あと3分、3分しかないで。あ、これで行くの？ 3 分、3分で行くの？時間制限あるかな？マジか。時間制限あるパターンか。いや、すげえ、こんなとこ通ってくの。これやばいって、マジで。普通にやばいって、こんな吹いてくるところ行ったら絶対普通にすぐ死んじゃうって、これ。通常だったらね。あ、食らっちゃうの、食らっちゃうの、食らってんのかな、これ。あ、一応ここに当たんないで行けってことかな、多分言いたいのは。そういうことかな、きっと、おそらくね。おしおし、行くぞ、ダッシュで。いやー、さっきの宝箱取りたかったな。さっきの宝、ちょっと待って、ここになんかある。宝箱取ってく。ちょっと余裕かまして宝箱取ってくスタイルで行きましょう。ちゃんと宝箱はね、欠かさず。バッチリコーヒーかい、コーヒーかい。コーヒーのために寄り道するんかい。しかもこんなとこにコーヒーあったら絶対やばいだろ、まず。こいつもスルーしていく。やばい。オッケー。スルーしていくよ。どんどん行くよ。これでボスいんのかな。ボスいたらきついな、マジで。ボスいたら、だってまだあいつ、あれですよ。レベル1ですよ。レベル1、あ、レベル1、レベル4ぐらいか。オッケー、こっちから先にまた行きますよ。さすがに戦闘中にはこの制限がないということで、それは良かったですね、さすがに。
さすがにそこは甘々にできてますね。オッケー、そこまでさすがに厳しくはないか。はいはいはい、これでどんどん先行きましょう。レベル上がんなかったし、マジか。あいつ味方レベル上がんなかったね、あれで。贅沢になってきてるぞ。オッケーオッケー。こっちか。また氷結、氷結ね。氷結、ちょっと氷結ちょっと MP 結構使うからやめてくれよマジで。オッケー、氷結使ってく。氷結使って、それでここをやって、それで先行きましょう。どんどん、はいはいはい、行きましょう。ここは普通にスルーして行きましょう、行きましょう。早く行って、ここあと104秒しかないよ。まあでも敵戦って大丈夫だからね、普通に行けんじゃないかなって思っちゃうんだけどね。いいよ、先行きましょう。こっからどんどん先行って、あいあい、来ました。こいつも普通に弱いでしょ、だってどんどん行きましょう。まあこいつもね、レベルアップさせてますから、セバもレベルアップさせてますから、それでね、もうあの結構レベルアップしてきてるんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。 OK、 行きましょう。魔物また現れて、こいつったらいらないんだよマジで。相当にしんどい感じになりますよこれ、ボス戦だったら。 MP ないですからね、ほぼなしの状態で戦わなきゃいけないですから、そしたら多分、相当厳しいんじゃないか。まだある？まだ敵もいっぱいいるし、まだある、まだ先あるか。オッケー、いいんじゃない？そろそろ、でも、結構来たんじゃないか？いいよ、いいよ。いいよ、ここ来て、はい、ここ来て、はい、ここ、避けて、オッケー、行く。行け行け。行け行け、どんどん行け。行け行け、やばいやばい。ここで、ちゃんと止まって、止まってからの、はい、行って、ここで、一息しないと。一息して、はい、一息して、一息しないと多分きついからね。一息してからの、こいつ大丈夫か？雫大丈夫か？お前、雫のが余裕あるからな、言っとくけど。雫そういう風にさ、なんかそういうすごいおっかなくやってるけど、多分こいつのが全然、オリバーのが超危険だからね。お前は全然余裕だぞ、体の大きさ的に言えば。オッケー、またあったね、またあったよ、またあった。ここで3分ってあんな目安やって、うなもん正確に分かるわけないやん。すげえ適当だな。早くたどり着けたんじゃないかな、そういうことを言いたかったんや。調子いいんだから、でもここまで来たらやらないとね。オッケー、行きましょう。ここボス戦だな。ここはさすがにボス戦だろ。でもここは2回もさ、あるって初めてだね、多分。2回もこの、なんつうんだろう、休憩ポイントがあるってのは初めてだよ。多分ここはさすがに、さすがに多分ボス戦だと思うんだけど。オッケー、行きましょう。今一瞬止まったけど。行きましょう。ボス戦だよな。絶対ボス戦だよな。いや、ちょっと今ね、本当はね、なんで止まったかっていうと、装備を変えようと思ったんですね。今これ持ってるやつって、炎攻撃なんで、相手が炎だと多分食らわない感じなんですよね、多分。だから変えようと思ったんですけど。あ、ジャボーじゃん、ジャボー。多分、父ちゃんだな、こいつ。ダース・ベイダーみたいな感じだから。知ってん、こいつ知ってんのか。ジャボー。お前に試練を。おいおい、マジかよ。お前見てたの？じゃあ、試練やっ。おい、やっぱ火のやつか。火のやつだったらやばかったな、これいつできたの。まずかったな。これはまずった、やっぱり。装備変えるべきだった。だって装備変えないとこれ多分食らわないっすよ、多分攻撃。相手に攻撃食らいにくいな、多分結構。いやー、しかもこいつのね、味方もね、あいつ強くないから今。猿も弱い状態になってますから。いやー、ちょっと厳しいことしたな。ちょっとほらほら、やっぱ食らいにくい。食らいにくい感じになってる。これ厳しいな、ちょっと時間かかりそう。これはなかなか時間かかりそう。ちょっと氷結使ってくか。氷結使ってくか。氷結、いやー、ちょっとミスったね完全に。氷結使って、でもちょっとこれ結構ね、やっぱり何だろう、 MP とか厳しくなりがちだからね、ちょっとなるべく離れて、それで魔法中心にやっていきましょう。ちょっとさすがに食らわない攻撃でやっていくのはなかなか厳しいんじゃないかなと思う。 OKOK と思いますんでね。 OKOK、 いやー、待って待って、これでちょっと魔法中心にね、まあ、こいつ出してみる？こいつ多分無理だよ、こいつだと。ちょっと待って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 、ためる。あー、無理だった。いや、無理だったね、無理だったね。戦え。オッケーオッケー。いやー、ちょい厳しかったか、やっぱり。お、回復してくれたけど。オッケーオッケー、いいよいいよ。戦え、どんどん戦え。ちょっと待って待って。ここで。無理か無理か無理か。ちょっとよくわかんない。ちょっと待って待って。こいつにかけて、こいつで、守る。オッケー。守れた守れた今。守れてない全然わかんないんだけど。氷結、いけ氷結。
こいつ食らってる、食らってるよね。オッケーオッケー、いいよいいよ。オリバーあんなでっかいやつでもどっかに弱点あるもんや。後ろに回って尻尾を狙う。オッケーオッケー、いいよいいよ。こいつのだからこいつで、はい、こいつで、はい、来て尻尾を狙え。オッケー、いいよいいよ。尻尾側から、はい、攻撃、尻尾攻撃。でもこいつ多分ね、あんま意味ないんだよな本当に。あ、オッケー、あ、ダメかダメかダメか。こいつちょっと回復しとこ、丸ちょっと回復ちゃんとしとかないと。いや、こいつやばいね。ちょっとシンガーのタイミング悪かったっすね、さすがに。オッケーオッケー、お前は自分の回復に勤しめ。で、ちょっと攻撃してくれればいいよ。オッケーオッケー、行ったか行ったか。チャンスチャンスチャンスっつってもね、何をすればいいか分かんない。チャンスと言われてもね、ちょっとやっぱミスったか、ミスったね、やっぱり。完全に、いや、この装備で来なきゃよかったな。絶対そうだと思ったんだよ、火属性のやつだと思ったんだよね、やっぱり。さすがに無理か。やめろ、逃げろ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 。いやー、食らった、やばいやばい、食らったけど、このまま行くぜ。私はこのまま行くぜ。オッケーオッケー、行け行け、やめろ逃げろ。オッケーオッケー、こっちの尻尾攻撃しろって。尻尾狙うっつってもさ、無理じゃね。なんか尻尾狙うとかできんの。はい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 、意外と魔法ね、 MP 余裕あるから、氷結でいきましょうか。氷結で OK、 いいよいいよ。 MP 回復取れ、 MP 回復取れよ、 MP 回復取ってちゃんと。はい、氷結でいく、いいよ。これでやめろやめろ、守る守る守る、使え守る、使え、みんな守る使えよ。守る使ってるかな、使えられてるかな。やばい、マジか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 、やばい、大丈夫かお前、死んでんじゃね。ちょやばいよ、やばいってマジで。おい、回復回復、やばいよ、マジでマジでやばい、マジでやばいって、マジでやばいって、これはマジで死ぬって。 HP30 回復、やばい、死ぬ死ぬ、いやー、やばいやばいやばい、魔法でヒールで、あ、ミスったミスった、バカした、やっちった、バカ、逃げろ逃げろ。ここでオッケー、アイテムでアイテムで、ちゃんとね HP 回復、HP、ジューシーサンド使っちゃうか、ここで。オッケー、いけいけ、回復しないとお前もう無理だよ。オッケーオッケーオッケー、いけいけいけ、このまま行くぞ。はいはい、で戦う、あ、ミスったミスった、戦うじゃねえ、ミスったね、戦う、いや、やばいやばい。いや、正直結構厳しいなマジで。こいつの、いやー、やばいやばい、マグマのおたけが来た、やばいぞ、めっちゃ食らうぞこれ、めっちゃやばい、結構厳しい、強い、相手がマジでクソ強えな本当に。これで火炎ブレスで、ヒールで、どうしよっか、こいつとりあえず回復して、はいはいはい、それでちょっと待って待って、アイテムアイテムアイテムで、MP 回復する系のやつ使おう、 MP を回復するやつ、結構 MP、 スッキリコーヒー、パッ、スッキリコーヒー使うか、一応こいつに使って、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ逃げて、それで魔法で、自分一応回復するか、一応、はい、こいつやっとこ、いけいけ、いいよいいよ、いや、 OKOK、 まあまあまあいいか。それでアイテムで MP をね、一応10回復させときましょう。それでさらに、こいつで攻撃しよう、こいつで攻撃していこう。 OK、 いけ、どんどんいけ、尻尾をどんどん攻撃して、やめてやめて、マジでマジでなかなかに強いよ。ヒールで自分でしょ、でそれでやめろやめろマジで、アイテムで、やばいなこれ、一応ふんわりパンでこいつにやっといて、はいはいはい、いやー、やばい、マグマのおたけ食らっちゃったね、さすがに食らっちゃったか。いやー、こいつ強えな本当に、めっちゃ強えな、マジクソ強えな、マジクソ強えわ、やめろ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 、マジか、ちょっと待って、チャンスっつっても無理無理無理、これは無理だって。 HP100 回復、ちょっと待って待って、これは無理マジで、アイテム使うしかない、これはちょっと無理だよ。アイテムで、ジューシーサンドで HP100 回復、 OKOK、 これやんないと無理だもんね、さすがに、さすがにここは悠長に攻撃してらんないよ。 OK、 これで攻撃いけ、
いや全然ダメだったな。チャンスタイムに攻撃できなかったね。いやこれこの装備で来たのが間違いだったな、そもそも。いや待って待って、守れ。オッケー、守った。危ねえ、ギリ守った。これなかなかギリ守るのきつ厳しいね、ほんとね。いやお前ちゃんとガードしろって。ガードしないから食らっちゃうんだよ。いやー食らったか、食らっちゃったか。やばいよやばいよやばい、ま、やばい、死ぬ。あー死んじゃった、やばいやばい。ここでちょっと待って待って待って、オリバーでアイテムで、やばいよこれで。ちゃんとどうしよっかな、これ気絶回復させちゃおっかな。 HP 回復で、いやこんな強いのこいつ。敵敵強すぎじゃね、いくらなんでも。やめてやめて。あーしかも MP が。どうしよっかこれ。いやー使っちゃおっかな、じゃあアイテム。まあとりあえずここで守る。あー無理だ、ミスった、ミスった、タイミングミスったね。いやーこいつ強いわ本当に。いや守る しなかったわ、やばかった。いやとりあえずここで魔法で、回復しとこっか自分。オッケーオッケー。それでアイテムで、アイテムで、一応ね、まあ不死鳥の羽使っちゃうか、ここでもったいないけど。オッケーオッケー、いいよいいよ。アイテム使えるの、使えた。オッケーオッケー、使えて、それで、はいはい、アイテムで、それで HP30 回復を使おうか。でさらに MP も回復しとこう、一応 MP もね。ここで守る。やばい死ぬぞお前、また死ぬぞ。やめろやめろやめろ、マジでマジで死ぬ。30か、オッケーオッケー、まあまあまあいいかな、30は大丈夫。ちょっと待って待って、いやまた死んだこいつ。ちょっとマジふざけんな、マジで弱すぎるわこいつ、マジかよ。魔法で一応ヒールで回復しよっか、一応。ちょっと待って、もうこいつもう元々じゃあ回復しなきゃよかったわ、バカしたわ。普通にこいつで、いやてか守ることしかできないわ、守ることしかできないね本当に。いいよいいよ、ナイスナイス、いけ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 、どんどん攻撃しろ攻撃しろ、攻撃しないと。ちょっと待って、守れ。オッケーオッケー、危ねえ、ギリ守った。いやつうかさ、攻撃し死ぬ、もう守ることしかできない本当に。やべえよマジで。いいよいいよ、はいはい攻撃する。あーミスったミスった、いやー食らっちゃった、バカしたな本当に。ここでオリバーに戻っとこうか、一応魔法でヒールで回復しよう。オッケー、こっち行って、あの MP 取りたい、 MP 取らして。オッケー取って、一応ねこれでもう一回、いやこいつ一人戦っていいんだよ、もう一人戦えば別に。いいよいいよ、尻尾に切れ、尻尾切れ、尻尾切れよ。いいよ尻尾切れ、いいよ。後ろに回って、後ろに回って地道に尻尾をやっていけば。いやこれ装備完全ミスったな、これだと食らってないもんな多分。 OK、 いいよいいよ、やばい火に食らっちゃってる。これ絶対後ろにいればずっと食らわないじゃん。ちょっと待って守れ。 OK 回った回った、ちゃんとね覚えてきたねやり方。いや相手強えな、クソ強えなこいつ、マジクソ強えな本当に。やべやべやばいよ、はいはいはい、守ったまま守ったまま、色 OK、 いいよ。これでこいつで魔法で、はいヒールで回復する。遠くに行こう、遠くに行っといて、はい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 、あっち行っといて。もう全然いい、あれもったいないわ、あれ使っちゃったやつ。いいよ戦って、いいよ食らっていい、食らっていいから。やばいやばい、ちょっとダメか、守れ。やばいやばい、またやばいってこれは。強えな、めっちゃ強えなこいつ、クソ強えわ本当に。これちょっとねアイテム買っとかないとクリアできないよこれ。ちょっと待った、これはやばい。アイテムでジューシーサンドで回復しとくか、ジューシーサンド使っとくか。おしおし、いいよこれで、はいこいつで、あと片付ける。いいよ、地道にやっていくしかない。あとはもうゴリ押しでいけ、ゴリ押しでこのままいっちゃえ。いいよいいよ、このまま攻撃して、下まんまでいい、下まんまでいい、攻撃したまんまでいい、いくぞこのままいくぞ、いけいけ、倒せ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 、これ食らってね。いいよいいよ、
はいはい、これでオリバーに戻っといて、魔法でヒールで自分回復してね。オッケーオッケー。ちょっと遠く距離を取っときましょう。ハマグマの雄たけび来て、はい、守れして、いや結構慣れてきたね。オッケー、守るやって、それで、いや来いよ来いよ。いや結構厳しいなこれ、本当にマジで、マジで結構厳しいぞ。オッケーオッケー。こいつで戦うか。オッケー、行こうかな。よっしゃ、行くぜ行くぜ。お前こっち来んなよ。やめろやめろ、まあ、遠くに行っといて。オッケー、攻撃、ここで行け、攻撃しまくれ。いいよ、行っちゃいって行っちゃいって、もう倒せる。あー、ちょっとやめとこっか。守れ、危ねえ危ねえ。行ったかな行ったかな、行けたかな。守れできたかな、ちゃんと守れできたかな、ちゃんと。オッケーオッケー、ナイスナイス。でこれでオリバーで、いや、ちょっと待った待った、あれがね、 MP がね、 MP がねえから、一応ふんわりパンで回復しとこう。オッケーオッケー。このね、あれ取りたいね、 MP の回復、 MP の回復取りたい。オッケー、いいよ。でこれで魔法で、魔法で、オッケー、いいよ。魔法でヒール使っといて、はいはい、それでもう行こう、とどめを刺そう。そろそろ行け、守れ、これ一応守っといて、はい、それで戦い、いいよ、いけいけ、もういっちゃえ、このまま、いいよ、ゴリ押しでいけ、もうゴリ押しでいっちゃえ、ゴリ押しでいっちゃえ、いいよいいよ、ゴリ押しでいける、いける、いける、おっしゃ、やっとだよこいつ、めっちゃきつかったわ。あんな羽のアイテムも使って、ジューシーサンドも何個も使ってやっと倒した。これちょっと結構厳しいなこいつ、なかなか強いやつでしたね本当に。エイで倒せんの？何ここ、微妙なバランスで立ってたやつを倒してあいつを倒すみたいな。マジか、あいつ強かったな、こいつマジで強かったな本当に。すげえ強い敵でしたわ、今までの中でも、今までの中でもダズズで一番強かったね。すっげえギリギリだったもん、あいつも死んじゃったし、思いっきり死んじゃったしね。しかもいいさあアイテム使ったし、もったいね。ジューシーサンド揃えとこう、ちょっと死んじゃうからダメなら買っとかないと。オッケーオッケー。やっぱちょっとレベル足りなかったんかな、もうちょっとレベル上げてから来ないといけないとこだったんかね、もしかしたら。そんなとこだったんかもしれないですね。煙が止まった、これでいいのかな。やったね、俺はバーナシを救ったんだよ。でもあいつがジャボを、今ジャボを相手にするのは危険やで、強力な魔力をビンビン感じたわ。でもジャボを襲ってこなかったよね、また心奪われちゃうかと思った。いや、さっきのごっつい主見たやろ、ジャボはあいつを操っとったんや。おそらく風の異変もあいつが、もしかして全部ジャボの仕業だったの。危ないところやったで、ありがとうな、オルバー。お礼だなんて、ババナシは私が育った国だもん、みんなが苦しむ顔なんて見たくなかったから。マル、マル、お前かって一緒に噴火止めたやん。オッケーオッケー、そうだ、こいつ死んだけどな、言っとくけど。こいつ、一応死んだけどね。言っとくけど。言っとくけど、あんたは死にましたよ。私から言わせてもらえばね。ちょっと厳しいことを言わせていただきますと。回復とか、アイテムとかないかな？アイテムとか一応探っときましょう。そうしないとね、ちょっとね、ちょっとでもさすがにさ、ちょっとさあれじゃね、強すぎじゃね今回。すげえ強かったな、マジでめちゃめちゃ強かったっすね。ここないか、アイテム、アイテムなんか1個ぐらいあってもいいと思うんだけどね。なんもないような気がしますね。あそこ、これワープみたいな感じか。ワープいけんのかな。あ、ワープいけんだ。ワープしますかって何、普通に普通の顔してワープ出てくんだ。普通の顔してワープ出てきてるよ。なんでワープなんか今までなかったのに、普通の顔してワープがね、ちゃっかりとここにあるっていうね。どういうことだよ。あ、普通にここでまたムービー始まんの？ムービー始まる感じ？なんだなんだなんだこれ。え、何も起こんないか。噴火収まった。ババナシへ戻ろう。オッケー、じゃあ、どうしよっかな。ここでまたババナシへ行こっか。ババナシへ行って、はい、これ取って行きましょうか。はい、毒毒ぞ。いやー、敵強かったな、マジで。超強かったな敵、本当に。いいよいいよ、こいつらまあ普通に倒していこう。敵なの？こいつら普通に倒していくぞ。いいよいいよ。おっしゃ、ババナシア行って、なんかムービーあるかな。ババナシア行って何かしらムービーあって、それでなんかあんのかね。何があんのか気になるけどね。ババナシア王国来ました。おっしゃ、やっと来た。いいよ、早く来て。なんかムービー始まるのかな、こんだけ労働長いってことは。ソロンさん、試練は無事に終わったのか。ポコロ様からいろいろ教わってきました。今は街が危険な状況なんだ。その問題も解決済みや。
そうそうそう、私たちがやってきたのよ。試練を乗り越えただけでなく、噴火まで食い止めたとは、今までとは明らかに違う動きを見せている。僕も旅を続けます。オッケーオッケー。強くなりたいんです、この町までも。自分で学んでいける。そうだろ、オッケーオッケー。いけるよ。でもお前ついてきたらいいのに。でもソロさん以外の賢者さんはどこにいるんですか。ジャボーとの戦いに敗れ封印されたのだったな。残りの二人はまだこの世界のどこかにいるはずだ。オッケーオッケー。教えてくればいいの。こいつ何も知らないの。防具帝国、わかりました。ありがとうございます。東のレカ大陸か。船に乗るしかないね。船なんだ。港町ビッキーニから、出てる船かな。ビキニね。ビキニか。ビキニか。オッケーオッケー。それをね、ビッキーニにしたね。オッケーオッケー。私が結構役に立ったってもうわかったでしょ。もちろん。ソロンさんいいんですか。オリバーたちをしっかり助けてやるので足元にならないようにな。パパの娘だもん。オッケーオッケー、行きましょう。結構飛ばしてますけど、まあここの辺あんまそこまで重要なんで、いきなりなんかフレンドリーになったぞ。おい、こんなフレンドリーじゃなかったろ。あと雫、こちらこそ大妖精おまけみたいに言うな。オッケーオッケー、いいぞいいぞ、行ってくれね。気をつけるなぞ。行ってきますソロンさん。オッケー、行こう。こいつは何してんだろう、賢者の方はね。じゃあ今回はね、これで終わりにしたいと思います。なかなか良かったんじゃないでしょうか。今回これ光ってるね。近くにいるのかもしれないですけど、まあこれは置いといて、次はね、港町ビッキーに行って船乗って、まあ新たなところに行くということで、今回はこれで行って終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイビー。